吉田さん、ここ何日かいろんな中古屋さんにお問い合わせしたんですよ。見積もりの件とか、別のね、ディテールの細かいところとかいろいろとお問い合わせしました。当然ですけども、私メールでねお問い合わせするんですよ。メールには必ず私の動画をつけてます、ね、そうするとね、チャンネル登録増えるんですよ、ね、いやー、なんかね、情報発信ってほんと最強っすね。だってね、お問い合わせに動画つけてくるお客さんって中古屋さんにあります？で、他の動画見たら、まあ車、私車の動画も結構ありますからね、そういうので見てくださったりとか、私の生活背景見てくださったりとか、チャンネル登録見てくださったりとかで、やっぱそういう話にもなりますよ、うん。まあ、これはね、ライド2000買うときに私のチャンネル登録者数が8000人だったから、クレジットカードの審判会社のね、ローンが通ったっていうのもあるんで活用するようにしてるんですけども、もはやね、見積もりを出してもらうのにも動画で問い合わせ、コンパクトに30秒とか1分の動画を作るわけですよ。最強っすね。というのが一つのテーマと、で後半はですね、中古車の市場とか、まあ、中古物件の市場っていうのが、まあ、去年も安かったと思いますし、今年もまだね安いと思うんですよ。でお金を貸したがる人が結構ねいますよね。でちょっと無理だなと思っても借り入れたりするみたいな現象が今起きてます。ですんで金融バブルなんだろうなと思うんですよ。とにかくお金を貸して金利を稼ぐで、お金の仕入れが今ねすごく安いですから、金の仕入れがゼロゼロ金融とか使ってる人だったら0円で事業資金借りてますからね、まあ、ですんでどんどん貸し出しができるわけですよ。これすごいですね。でそんな中ね、不況を思わせる一つの現象があります。で私ね、東京の、風俗店のメルマガを撮ってるんですよ。何社か、まあ、10社くらいですね。そうすると、なんですかね、新入生っていうんですか、新入社員っていうんですかね、体験か、体験の女の子来ましたとか言って18歳19歳多いんですよ。ということはやっぱり不況で性風俗の方に勇気を持ってね流れてくる人が多いのかなっていうところもありますし、あとはね、出会い系サイトもアフィリエイトの関係で登録してるのが10社くらいあるんですけども、ダイレクトメッセージものすごく来るんですよ今、うん。で私のプロフィールっていうのは年収1000万店舗経営者、会社をやってます、経営15年目です。で、40歳前後ってことでね、身長180センチで、顔写真はこれを出してます。ですんでね、広島市中区本通りにいるっていう立て付けなんで、プロフィールは何年も前からすごいダイレクトメッセージ来て、パパ活興味ありますかとか、すぐ会えますかとかね、条件が合えばみたいなね、まあそういうのがいっぱい来てますよ、うん。だからいろんなもんが叩き売られてるのかなっていう気がするんですけどね、うん。どうですかね、まあ暗号通貨も叩き売られてますね。 OK です。全然今まで何回もあったんでこういうことは。で完全に私は余剰資金なんでね、暗号通貨全部なくなってもどんどこいでございます。情報発信してると本当にこう死ぬことがないかなっていうところですね。すごいと思いますよ。だからね、情報発信しなくちゃ YouTube バンバンアップロードした方がいいと私は声を大にして言いたいと思います。それではいってらっしゃい。